渚ふみかです。今日はお手柔らかにお願いします。ふみかちゃん、こんにちは。頑張って体力をつけましょうね。地獄の特訓改め、茜の特訓へようこそ。はい。元気が足りない。まずは挨拶から。こんにちは。こんにちは。お腹に力を入れて、こんにちは。こんにちは。うむ、頑張りましたね。さて、それじゃあ夕日に向かってダッシュです。いきなりなのですね。今回の特訓についての諸連絡などはないのでしょうか。しかも今は正午過ぎです。細かいことは気にしない気にしない。かつて最強のスターは言いました。考えるな、感じろと。なるほど、反知性主義のようなものでしょうか。はて、反知よくわからないですね。日々の積み重ねです。毎日目標を意識して少しずつ進めるのが大事ですよ。ローマは一日で着くでしたっけ。そういうものです。ローマは一日にしてならずですか。例えるなら古書を読み解く時のような遅々とした進みでも良いのですね。よくわかりませんが、そうです。ですが、私はもう立っていられないようです。じゃあ休憩にしましょうか。全力で休んでください。さあ、ストレッチです。ふみかさん、お疲れ様。茜ちゃんの特訓大変だったみたいね。みなみさん、お気遣いありがとうございます。これほど過酷なレッスンとは想像だにしませんでした。今日はトレーニングやレッスンもう終わり？そうですね、ライブまでの体力作りは計画的に行うようにプロデューサーさんから言われています。じゃあみんなでカフェにでも行かない？お誘いありがとうございます。お二人がそう言ってくださるのでしたら、ぜひ。カフェなどは利用しないですから、皆さんに習うことにします。合に言っては合に従えという教えもありますから。ふみかさん、落ち着かない？社内のカフェならまだいいかと思ったんだけど。いいえ、いいのです。私はどこにいても落ち着かない人間です。人の目を避けるように生きてきた本の虫ですから。そう、普段大学ではどんな感じで過ごしているの？気になりますね。あ、もちろん将来進学の参考にするためです。どんな感じと言いましても、講義を受けて教授と話すまあそうだよね。ほら、ゼミとかサークルとかは？
アルバイトはもうアイドルだからやめたんだっけ。学生の本分は学業です。浮ついて貴重な時間を無駄にする人は学費と人生を無駄にしています。その点ふみかさんは違いますからね。一般的にはアイドルである時点で十分浮ついているように思われるようです。そうですか。だからこそ私たちはちゃんとしないとね。そうね。じゃあふみかさん、悩みなんかはある？悩みですか。気はあれど、経験したことがない物事が多いように思います。悩みというほどではないかもしれませんが、地図を見たことがあっても歩いたことがない土地は迷うものですよね。漠然としていて凡庸な悩みです。道を知ってるならいいんじゃないですか。今時は GPS で位置情報が分かる時代ですよ。タブレット端末でマップを開けばいいんです。簡単ですよ。これは比喩、例えなの。アリスちゃん、本当に道に迷ってるわけじゃないのよ。そうなんですか。よくわかりません。ふみかさん、もっといろんなことをしてみたら？例えばスポーツをやってみるとか。スポーツですか。お恥ずかしい限りではありますが、運動神経というものが致命的な出来なのです。私はダンスのレッスンでご存知かと。お料理はどうですか？やってみると楽しいですよ。料理ですか。食に興味があまりないのです。味の違いはわかりますが、どんなものを食べても等しく幸せなように感じますから。いちごパフェ美味しいですよ。それはよかったですね。アリスちゃんが嬉しそうで、私も嬉しく思います。じゃあファッションに興味を持ってみるとかどう？これも興味があまり。流行り廃りを追うのはおそらくさんも南さんもスタイルがいいから似合う服は多そうですよね。アリスちゃんも大きくなったら。別に私はいいんですけど。そうですか。けど私は将来2人みたいに知的な美人になりたいです。名前なんかで可愛いもの扱いされない自立した大人の女性になりたいです。知的ですか。私そうみたいね。アリスちゃん、時というのは等しく流れるものです。私が12歳だった頃にできなかった経験をあなたはしています。それに私は憧れさえ抱きます。純粋な飾らない言葉で思ったことを言えるのも一つの長所です。その素直さは日陰で本を読むだけの私には備わりませんでしたから。そうですか。
さて、もう遅くなっちゃったね。アリスちゃんもそろそろ帰らなきゃかな。子供扱いしなくたって、門限なんて親も気にしていませんし。別に。またお話ししましょう。駅まで送っていきますから。はい。なんだか恐ろしさすら感じます。自分がどれだけ凝り固まった価値観で物事を見ているのかと。そうだね、アリスちゃんみたいに素直に生きたいよね。あら、フミカに南じゃない。お疲れ様。どうしたの？こんなところで立ち話？かなでさん、お疲れ様です。アリスちゃんを駅まで送って行ったところでした。そう、なるほどね。二人でデートでもしてるのかと思った。未知の領域ですね。面白い反応ね。別にアイドル同士が仲良くしたって誰も咎めないでしょ。パートナーならなおさらだけど。ごめんなさい、冗談が過ぎたわ。奏さんは想像の及ばぬところからの言葉を投げてきますね。なぜそのように自由に生きていられるのですか？自由？したいことをしたいからかしら。命短し、恋せよ乙女。でもアイドルが恋できないのなら、命短し、楽しめアイドルって感じ。楽しむとは。そうね、どこか遊びに行ってみる。かなでさんならいいところも知ってそうだし、普段しないことをして見識を広げましょう。これでも高校生なんだけど。そんな変なところ連れて行かないわよ。お手柔らかにお願いします。こんなところに足を踏み入れたことはありませんでした。例えるなら真っ二、あるいは水戸の地。初体験ね。フミカさん、どれかやってみる？レースゲーム、リズムゲーム、クレーンゲーム、太鼓を叩くものなんかもあるわよ。どれも私を試すように置かれている気がしてきました。いきなり全ては無謀だったかもしれませんね。もう腕が上がりません。はしゃぎすぎ。楽しかった？遊びというのは古来何らかの学習工程を模した行動といいます。キャッチボールは投石による狩りを模したものであるように。まあ一理あるけれど。それで、数時間のゲームセンターでフミカは何を学んだのかしら？ゲームの社会的意義と資本主義を。クレーンゲーム、だいぶ頑張ってたけど取れなかったもんね。それはまあ、交渉だこと。ライブステージ全力で燃えて
冷静に対処してください。応援していますから。ありがとうございます。どちらも貴重な意見として参考にさせていただきます。気負わず自然体でいきましょう。やることをやるだけよ、きっと。はい、では行ってきます。お疲れ様、ふみかさん、素敵なステージだったよ。お疲れ様でした。褒めていただけて嬉しいです。随分といい表情をしてたけど、どんなことを考えながら歌っていたの？舞台に上げてくださった多くのスタッフ、プロデューサーさん、そして支えてくれる皆さん、それと青い空を。ここで見た抜けるほど青い空、会場で輝くサインライトの色は、あの時見た空の色です。輝く青、ブライトブルー、そんなことを考えながら歌っていました。景色だったね。その思いもファンのみんなには伝わってるよ。あの、お待たせしました。プロデューサーさんが車を用意してくれたそうです。あかねさんはすでに向かいました。じゃあ帰りましょうかね。ところで、以前皆さんでどこかへ行ったと聞いたんですけど。ああ、ゲームセンター？そうなのです。話の流れでそのようなことに。そうですか。私は家でゲームをしていましたからいいんですけど。今度のオフを合わせて行ったらいいじゃない。割というわけではないのですが、これをどうぞ。いちご柄のストラップです。これは私にですか？あ、クレーンゲームで見つけてチャレンジしたけど取れなかったものだよね。その話すと長くなるのですが、みんなで行った日には取れなかったんだけど、その後取れるまで毎日付き合わされたの。手に入れるまで何回プレイしたことか。頑固なのよね、意外と。そんな、いいんですか？ええ、手に入れることに価値があったので。手に入れたものは喜んで人の手にあるのが良いかと。クレーンゲームに今月の書籍代が消えちゃったわね。そんなに？それって実は結構な額じゃ。いいのです。書との出会いは人生を変えるという名言があります。私にとってはプロデューサーさんやファンの方々、そして皆さんとの出会いが人生を変えるものだから大切にしたいと思っているのです。
れが最も似合うのはアリスちゃんですから、もらってあげてくださいね。はい。じゃあ改めて帰りましょうか。プロデューサーさんもあかねちゃんも待ってると思うし。ふみか、あかねにもちゃんとお礼してあげてね。カレーをおごってあげるくらいでいいと思うけど。カレー